メルセデス EQ というサブブランドのもとにバッテリー部を続々と登場させているメルセデスベンツ、その最新作となるのがメルセデスベンツ EQE SUV です。その名前がね、示している通り EQE の SUV 版ということで、言ってみれば内燃エンジン車の GLE に並ぶ存在というんでしょうかね。そうしたバッテリー部がこの車ということになります。今乗ってるのはその中の EQE350 フォーマチックというモデルです。その AMG ライン装着車に乗っています。この EQE SUV については昨年の秋でしたね、メルセデスが初めて公開した時に取材に行ってね、そこでの模様はライドナウでもお伝えしました。個人的にはね、スタイリングが今までの EQ シリーズの中でも相当来てるなと、いい感じだなと。 EQS SUV はまだ日本に入ってませんけど、こちらに比べてもね、とてもねスリークなデザインで、まずそこにすごく惚れました。そしてね、まあだからこそ走りどうなのかなと楽しみにしてたんですが、今回ね、試乗の舞台はポルトガルです。リスボンの空港に降り立ったんですけど、そこから結構走ってきて、今はね、大西洋に一番近い側、ヨーロッパ大陸の一番ね西側というんでしょうか、この辺に来ています。でここで、まあ、対面したんですが、最初にねお伝えした時にはデザインとか、あとパッケージの話、なんかそういう話がね多かったと思うんですが、ここに来てみたらね、その走りももちろんそうなんですが、結構ねプロダクトとして注目すべき部分、まあ、特に、まあ、環境対応の部分ね、サステナビリティとかそういう部分と、あとは、空力とかそういう効率性の部分で結構攻めたことをやってるなということが分かりました。 EQS から使われている EVA2 プラットフォーム、 EVA2 とも呼ぶみたいですけど、こちらをね使ってますから、そのねサイズ違いみたいな風に勝手に思ってたんですけど、ちゃんと中身は進化しているということで、まずねちょっとその話からしようと思います。まずはスタイリングの話からいきましょう。かっこいいと言いましたけど、単にねかっこいいだけじゃなくて、やはりねこれ空力にも相当こだわってるというか、そういうものになってましたね。 CD 値 0.25 です。これ SUV としてはやっぱりすごい数字ですよね。 A クラスがね確か 0.25 という数字だったと思います。あとはね、例えば仙台 E クラスクーペが 0.25 だったっていうんですね。つまりちょっと前だったらクーペ、背の低いクーペとかハッチバックでしか実現できなかった CD 値をこの SUV で実現しているというわけです。で、見ていくとそれってね、やはり細かな細かな積み重ねで、まあもちろんね、ボディの表側の形状もありますよね。リアをしっかりと絞って、スポイラーの角度を吟味してとかね、そういうのもあるんですけど、実はねディテールも凝ってましたね。全部を上げていくことはねとてもできないなという感じなんですが、例えばリアのホイールアーチのところの前にね微妙な小さなスポイラーついてますよね。これとかがもうね空力を劇的に高めるんだそうです。って感じしますよね。実際航続距離をねこれだけで8キロ伸ばす分の効果があるんだそうです。で、床面もフラットになってますね。これはまあ当たり前といえば当たり前なんですけど、サスペンションアームなんかもフェアリングがついてますね。で、フロントタイヤの前、リアタイヤの前にもスパッツみたいなものがついてて、というふうに、まあ床下の空力、これはね、今時の車では確かになという感じですが、もちろん表側もそうなんですけど、床下の空力をすごく大事にしている。これによって空気抵抗を、まあ、減らしているというふうな説明がありました。これってね、もちろん、航続距離にも役立つ。それだけじゃなくて、ドライビングのクオリティ、要は静粛性にもこれって効いてくるわけですよね。だからいいことばかりということで空力をね一生懸命やってる。メルセデスはね、あの空力すごくこだわってやってきたブランドだと思いますが、こういうバッテリー V 時代になってね、それがまあすごく生きてるなというふうに思いますね。そしてハードウェアについてですが、まずね、ホイールベース 3030mm というパッケージングになってます。これ EQE セダンが 3120mm、 そしてさらに言うならば EQS セダンが 3210mm と 90mm ずつ短くなってるんですが、つまりまあ EQE セダンよりかも短いと。で、全長 4863mm、 全幅 1940mm、 そして全高が 1686mm というパッケージングになっています。 GLE よりちょっと小さいですよね。そしてこの車は最初に言いました通りフォーマチックということで、前後2モーターの 4WD になると。日本に入ってくるのもこの仕様になるというような話なんですが、こちらのね
フォーマチックにも新しいシステムが加えられました。DCU、フロントのね、デカップリング。要するに、フロントアクセルを必要に応じて切り離す機構がつきました。具体的には、フロントモーターと、タイヤの間にドッグクラッチが入ってます。で、ドッグクラッチが240ミリセカンドというすごい短い時間で、オンオフができるということで、必要がない時にはすぐ切り離す。で、必要があればすぐに締結するという風になっています。ドッグクラッチ使うといいのは、噛み合ってる時には完全に、ね、摩擦とかが少ないので、耐久性もあるし、熱を持ったりしないというところもあるんでしょうね。実際に、それ、自分でオンオフはできないんですけど、実はね、ここに表示することが可能です。状況。今ね、ちょっと映ってるの分かりますかね。今、もう完全に後輪駆動で走ってますね。回線も後輪で取ってます。これが面白くてですね、走行モードによって、結構変わってくるんですよね。こうしてね、今は後輪で走ってる。あ、ところが今一瞬前に行きましたけど、というふうに、リアルタイムに走行状況が変わります。今フロントで走ってますね。これ不思議なんですよね。今ね、コンフォートモードで走ってるんですけど、例えばこれをスポーツにすると、基本的に常時四駆になるということで、また、ね、フロントがずっとつながりっぱなしになる。まあこういうようなところもあったり。でもフロントつながってると、実は案外フロントの方をね、いっぱい使って走ってるなと。リアをつながないで、そう、フロントだけ、駆動したり回生したりみたいなことも結構起きてて、まあとても興味深いんですが、とにかくこれはね、まあドライバーがコントロールするというよりかはもう車が、いいところで走ってくれるというような形ですよね。この DCU を使ったことで 6% かな燃費向上を実現しているという話でした。さらにヒートポンプの採用というのもあります。基本的にはね、バッテリーとかモーター周りで起きる熱、これを室内の暖房に使うという形のヒートポンプですね。これも当然実燃費に効いてくることになります。これらの EQ SUV から初採用になったテクノロジーはこの後ね、 EQS とか EQE にも展開されていくということです。まあマイナーチェンジとかそういうタイミングで入っていくということでしょうね。で、 EQ シリーズはこうやって進化していくよということですね。そしてもう一つ、個人的には結構大きいトピックだなと思ってるんですが、この車リサイクル素材をものすごく使っています。ボディシェルもね、これスチールって 40% ぐらいがリサイクルマテリアルなんだそうです。それも結構驚きましたが、例えばね、先ほど話した下側の、ね、シャシー下側のサスペンションアームのカバーとか、そういうところには結構再生プラスチックを使ってます。そして室内を見ても、このね、ルーフライニングとか、あとはこのダッシュのアッパーとか、こういうところ、これらもサステナブルマテリアルですね。再生素材を使っています。こだわりのある人にとっては、もしかしたらね、そういう素材って抵抗感とかあるかもしれませんけども、見た限りはね、タッチはね、すごくいいですね。だから、ちゃんと、いわゆる高級感、上質感というものと、サステナブル素材ということでね、いいことしてる感みたいなものもある。実際にいいんですけどね。まあそういうもの、全部心満たされるものはあるなというふうに、個人的には思いますね。あとはこれ、カーペットなんかには漁網、つまり魚を取る網ですね。こういうもののリサイクル材を使ったりもしています。これ結構ね、バカにならないぐらい出て、まあ海洋汚染につながってる環境をね、まあ怪我してるわけですけど、こういうものをね、積極的に使っているということで、実際のクオリティにも問題ないですし、やっぱりちょっといい気分になるなという気がしますね。そして外観で言うと、実はね、ドアハンドルはハイタイヤから作られてるそうです。ね、こういうところまでもうリサイクルというかね、そういうものが進んでるんだなということで、ちょっとね、驚きましたけど、まあ、メルセデスはね、まあ、ずっとこれをやってきたわけですけど、EQ SUV では、まあ、改めてアピールされたということなのかなと思います。そんなわけでね、走りに行く前に随分と話が長くなっちゃいましたけども、ちょっとお勉強っぽかったかもしれませんけども、ね、メルセデス EQ というもの、このブランドのことを語る上ではね、こういう話やっぱり避けては通れないなと思いますし、だからこそ欲しいとか、だからこそブランド力が高まるとか、そういう意味もあると思うんで、ちょっとね、長めにこの話をしてみました。走りについてはね、後編でお伝えしたいと思います。